会も無事に完了だね。いつもありがとう、トトリちゃん。フフフ、リリーさん、だいぶ受付にも慣れてきたみたいですね。そうだね。むしろ、アーランドにいた時より、のんびりできていいかも。アーランドでは、いつも隣にクーデリア先輩がいて怒られてたから。クーデリア先輩？どなたですか？あ、メルルちゃん、来てたんだね。アーランドのギルドで受付をしてる、フィリーさんの先輩なんだよ。私より年上なんだけど、小さくて可愛い人なんだ。ちょっぴり怖いとこもあるけどね。ちょっぴりなんてもんじゃなかったけど、でもね、今考えるとクーデリア先輩にしごかれてよかった気もしてるんだよ。フィリーさん、昔はすごい人見知りで、いつも弱気でおどおどしてたものね。私と話しててもそうだったし。もう昔のことはいいじゃない。でも受付の仕事もできるようになったし、やっぱり感謝しなくちゃね。ふーん、じゃあフィリーさん、一人前の受付としてルーフェスともしっかりお話できるようにならないとですね。それを言われちゃうと、ルーフェスさんはどうしても苦手なのよね。頑張ってみます。はい。冗談ですよ。フィリーさんが頑張ってること知ってますから。これからもよろしくお願いしますね。